皆様方、貴重な足をお止めいただいて本当にありがとうございます。日本維新の会の国会議員代表をいたしております平沼武雄であります。私は33年間代議士を続けておりました。そのうち25年自由民主党の代議士だったわけであります。今から8年前、私は自民党を追放されました。なんで追放されたかというと、最後の一人まで郵政民営化法案に反対をしたんです。当時の総理大臣は小泉純一郎氏で、邪魔者は消せということで、私の選挙区に刺客という公認候補を立ててきました。2回この平沼武雄は無所属でその刺客と戦ったわけであります。しかし後援会のおかげで私は圧倒的に勝つことができたわけであります。なんで郵政民営化に反対したか。私は当時経済産業大臣をやっていて、大臣室に英語の文章が届きました。それをよく見たら、政府間の話し合いなのにアメリカの民間の保険会社の社長が6人も入ってやっている。私はこれは問題だと思った。それは国民の虎の子の郵便貯金と会員保険を合わせて390兆の資産があった。不景気になったアメリカがこれを狙ってきたんだ。日本人のために最後の一人まで反対しなければならない。反対をしました。結果は、私は先ほど言ったように自民党を追放されたわけであります。しかし今テレビのチャンネルをひねると、昔あった懐かしい東京生命だとか千代田生命だとか大東生命、全く消えてしまって、日本の保険会社は全部横文字になっている。アヒルが登場する会社名もある。それほどアメリカの資本は進出してきているわけであります。だから国民の皆さん方も気づいて郵政民営化法案を改正しなければならない、こういう要望が出てきた。先ほど話をした私は園田博之先生に頼んで、ぜひ郵政民営化法案を改正しようじゃないか。そのためには2つ条件がある。1つはユニバーサルサービスをなくさないということを前提にしなければいけない。何でも横文字で言いますけれども、ユニバーサルサービスというのはどんな僻地でも離島でも同じ料金で郵便物が届く、これをユニバーサルサービスというんです。それからさっき言ったアメリカの資本に総取りされちゃいけないから、少しでも国が関与できる、そういう法律改正をすべきだ。国会議員の 95% が賛成をして改正法案が成立をいたしました。私は賛成の起立をしたときに、自由民主党の席を見たら、あれだけ強固に賛成をしていた当時の幹事長まで改正法案に賛成をしていた。私は許せないと思った。事情によって政治家の信念をいとも簡単に変えてしまう、こういう政治家になってはならないと思った。
朝刊を読んだ今朝、自由民主党は70議席も取ると書いてある新聞に。しかし自由民主党というのは皆さんそんなに変わったんですか。今の世論調査では自民党の支持率が 43.3%、 安倍内閣の支持率が 66%。 ちょっと前は皆さん方は自民党に愛想を尽かして一回だけ民主党にやらせればいいじゃないか、民主党政権が誕生して3年3ヶ月政治を担当したら日本はめちゃくちゃになったんじゃないですか。それじゃあ自民党に戻ったらいいんですか。変わってませんよ。迎合政治であり、そして信念のないコロコロ変わる政党なんです。ですから地方自治体で汗をかいた石原慎太郎さんや大阪府知事をやって今大阪市長の橋本徹さんがこのまま行ったら日本は沈んじゃうから新しい政党を作ろう、こういう形で日本維新の会が誕生したんです。今回の選挙では全国で14名、全国比例で30名立てて頑張っているわけであります。参議院では10名あれ集まれば法案を提出する権利を与えられるわけでありまして、ぜひ皆さん方のお力でこの日本維新の会に力強いご支援を賜りたいと思います。先ほど挨拶して皆さん方のところに回った東京選挙区から出ている小川淳さんを選挙区でお願いしたいし、そして全国には30人の候補がいますから全国比例でも日本維新の会に絶大なご支援を賜りますことを平沼岳を心から皆様方にお願いを申し上げまして、私のお願いの挨拶に開催していただきます。ご清聴誠にありがとうございました。